ジップドラッグは、ドラッグストアチェーンの株式会社ここからファインヘルスケア、が、東海、関西地方の一部に展開する、店舗ブランドの一つである。企業理念は、私たちは健康と美の分野で、顧客に、かけがえのない価値を提供する2006年11月16日を、期日として、株式会社ジップホールディングスが株式、会社シーズアーパス、株式会社シラサワードラッグ、 株式会社東洋薬局の3社を吸収合併し、ジップドラッグ株式会社に称号変更した。さらに、株式会社、ライフォートと共同持ち株会社、株式会社アライドハーツホールディングスを設立し、経営統合した。さらに、2010年10月1日に当社の親会社であった株式会社アライドハーツホールディングスが株式会社、 ここからファインホールディングスに吸収合併され、同社は株式会社ここからファインに称号変更。これにより、来訪ととともにここからファインのグループ企業となった。2013年4月1日に販売主会社の再編により、ここからファインヘルスケアとなったが、ジップドラッグや統合前の店舗ブランドは統合後も同社が展開する店舗ブランドとして存続される。 ジップドラッグ眉み店写真の店舗は閉店するまで、ジップドラッグ東洋の看板を掲げていた。2020年6月時点で、ジップドラッグ及び、調剤薬局のジップファーマシーの店舗ブランドで展開する、店舗数は83店舗である。野ゴは、ジップドラッグに加え、地域に配慮するように、全身企業の野ゴ名を付記した、ジップドラッグでも展開している。また、 岐阜県と愛知県の一部店舗は、ジップドラッグと表記する。なお、ここからファインヘルスケアへの統合後は、ここからファインの野合で新規出店が行われている上、改装に伴う、ここからファイン、ここからファイン薬局への野合変更や閉店に伴って店舗数は減少している。この影響により、統合直後には存在していた、ジップファーマシー、ジップファーマシーシーズ、 ジップドラッグ毎日が消滅している。1、旧山本薬局で使用されていたファミリードラッグシーズ、シーズ調剤薬局から解消した店舗に、旧白沢ドラッグで使用されていた白沢ドラッグから解消した店舗さん、旧東洋薬局で使用されていた東洋薬局から解消した店舗、ジップドラッグや ジップファーマシー以外にも、全身企業の時の野号のままで継承した店舗ブランドが一部あり、静岡県には、ファミリードラッグシーズが一店舗、愛知県には、シーズ調剤薬局、白沢ドラッグ、アーパスが、それぞれ二店舗ずつ、奈良県には、東洋薬局が一店舗ある。なお、統合当初は、愛知県に展開していたシーズアーパスは、現在消滅している。 ありがとうございます。